Thank you.
そろそろ昼だし、戻って話し合いの続きをしないと。たくま、アグモン、戻ってきたか。たくま、大変大変、すっごいの見つけた。すっごいの？なんかね、大きくてビヨーンってしてて、とにかくすっごいんだよ。大きくてビヨーン？ね、なんだっけ、ファルコモンが言ってたんだけど、あ、そうだ、電波塔だ。電波塔？あ、電波塔か。電波塔っていうくらいだから電波が届いてるよな。そこまで行けばスマホが使えるんじゃね。それに高い建物だよね。上まで登ればこの辺の様子とか見えるよ。そこはどれくらいの高さなんだ。すっごく高い。ファルコモンも見たんだよな。大体でいいから、どれくらいの高さかわかるか。ふむ、比較物がないから正確にはわからないが、遠目そんだけでかけりゃ間違いなく電波塔だな。設備は生きているのかしら。それはわからない。そもそも我々は電波塔がどういうものかも知らないからな。行ってみればわかるでしょう。ひょっとしたら誰かいるかもしれないし。そうね、ここで話しててもしょうがないわ。それじゃあ山登りね。頑張りましょう、葵。え、山登り？そうよ。あれ？言って、電波塔は森を抜けた先の峠を越えて山のてっぺんにあるわ。森を抜ける？冗談じゃない。探索は反対だと言っただろう。ただでさえ怪物がさまよっているのに登山だって。僕たちだけじゃ無理だ。ここに残るべきだ。シュージ、怒らないで。うるさい、お前は黙ってろ。無駄だ、何したって。そうは言いますけどね、修二先輩、行ってみなきゃ何も変わらないっしょ。子供だけで何ができるんだ。大人の救援が来るのを待つしかないじゃないか。来るわけねえだろ。そうよ、来ないって修二さんだって言ってたじゃん。言ってない。それを口にしたら本当に来ないかもしれないじゃないか。私も一緒に行くわ。ラブラもついてきてくれる？もちろんよ、葵。おい、葵くんもここに待機して様子を見るのに賛成じゃなかったのか。もし電波塔でスマホが使えるようになれば、先生やみんなに連絡がつくかもしれない。大人の助けを呼べるかもしれないんじゃないですか。助けを呼べる。そうなればあとは救助を待つだけです。修二さん、それでもまだ探索は反対ですか。うん、やる気だね、葵ちゃん。これで行く派が過半数超えたんじゃない。僕も電波塔は気になる。もちろん行くよ。これで僕、ミノル、サキ、葵さんの4人が行く派だね。で、
どうします、修二先輩。だが、しかし…アグモン、そこに行くまでに襲ってきそうな敵とか危ない奴はいなかったか？大丈夫、僕たちも襲われたりしなかった。私の鼻もあの辺から変な奴の匂いは感じなかったわ。危なくないってこと？じゃあ全然 OK じゃん。そうなのか？本当に？それなら、まあ…やれやれ、そこまで言われたら反対する理由もないな。じゃあ、皆さん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい…何言ってんだよ、ハル、ミユキ、二人とも一緒に行くからな。二人きりでここにいてもまた敵が来るかもしれないだろ。第一、春にもみゆきにも相棒の怪物がついていないじゃないか。うむ、危ない目には合わせないぞ。僕も守るぞ。すぐに便乗するんだから、この子は。アグモンはいつもこんな感じなのよ。あ、両先輩はお留守番頼みますね。待てよ、俺だけ置いてくなよ。行くよ、行きゃいいんだろ。なによ、両ったら協調性もないくせに一人は嫌なんだ。いいっていいって、あれでやっといつもの寮に戻れたんだ。このところおかしかったけど、あいつは嫌味や悪態ついてるくらいでちょうどいいんだ。校舎から近いところにこんな場所があったなんて。神社のある森のあたりをほんの少し左に抜けただけなのに。この崖、斜面がずっと下まで続いてるわ。傾斜は緩いけど、転んだら谷底まで落ちてしまいそう。あ、見て、大きい橋がある。うわぁ、大きい橋だな。僕、こんなの初めて見たよ。またその話？飽きないわね。なになに、何の話？アグモンのなりたいものの話よ。うん、僕もあんな風に大きくなりたいんだ。ですって。ほんと、あなたたちってその辺不思議よね。タクマもそう思わない？うん、
ハグモンたちが不思議なのはそこに限った話じゃないけどね。それもそうだわ。存在そのものが不思議だったわ。それほどでも。別に褒めてないからね。フローラモンたちと仲良くしてたからつい忘れがちだったけど、この子たちって何なんだろうな。リョウ、大丈夫か？こんなとこで襲われたら、今度こそ、死ぬ。ここら辺に危なそうな感じはないから、大丈夫だぞ。うるせえ、こっち来んな。俺なんてどうだっていいだろう。くそ、ほっといて先に行けよ。そうはいかない。僕たちは誰一人欠けるわけにはいかないんだ。教授のためにも僕は。僕だって同じ気持ちなんだよ。放っておけるわけないって。くっそ、うるせえよ。ずいぶん歩いたが、電波塔はこの山の上なんだよな。間違いないぞ。あれ、ねえ、あそこに誰かいるよ。あれ、カイトじゃん。本当か。よかった、無事だったのね。いや、カイトだけじゃない。一緒にいるのは誰だ？おい、てめえ、ミュウをどこにやった？正直に答えねえと、どうなるかわかんねえぞ。はあ？だから。何度も言ってるけど、答える義理なんてないって言ってるでしょ。上等だこれ。カイト。カイト、よかった、無事だったんだな。お前ら手伝え、こいつは。助けてください。え、この人にいきなり大声で怒鳴られて、私何も知らないのに。ふざけるな、人間の姿をした化け物が。ガイドやめるんだ。一体何があったんだ。